ドネルケバブとは中東方面のハンバーガーである。肉の塊を棒に刺し回転させながら表面を焼く。焼きたてをナイフで削ってパンに乗せて食べる。それがまた絶品である。すまない、5人分くれ。5個1000円ね。1000円。中東方面では日本や西洋などの常識は全く通用しない。というのは値段がすごくいい加減なのだ。日常の値打ちを知らない初めての外国人は一体いくらなのか見当もつかず、すごくかもられてしまう。しかしこの世界ではかもることは悪いことではない。騙されて買ってしまったやつがマヌケなのである。ここで買い物の仕方を解説しよう。1000円。例えばこの場合、わしはふっかけられているのをお見通しだよんという態度を取り、バカにしちゃいかんよ君、高い高いと大声で笑おう。するといくらなら買うね、客に決めさせようと探ってくる。5人で250円にしろ。自分でもこんなに安く言っちゃって悪いなというくらいの値段を言うのだ。するとおほほほほほほ、マジ常識あんのと人を小バカにした態度で、そんな値段で売ってたら私の家族全員飢え死にだもんね、と首をかっきる真似をしてくる。しかしここで気負けしてはいけない。じゃあ他の店で買おうかな。帰る真似をしてみよう。 OK フレンド、私外国人に親切ね、5個700円にするよ、と言って引き止めてくる。300円にしろよ。値段交渉開始。600円。350。550。400。450。425。勝った。やった、半額以下まで負けてやったぞ、ズーム見ろ、儲けた儲けた、と思っていると、いつもは5個で150円で売ってるもんね。バイバイ、サンキューね。